二段不要。それが八極門の武術である。中でも閣下八極拳は生涯において不敗を誇ったと言われている。真相理想論の真髄を伝える流派である。中国武術史上三千と輝く八極拳の達人李処分の開門弟子、各殿閣を祖父に持ち、あまたの武勇伝を残した各剣を父に持つ嫡伝の武術家各文学が、李処分直伝閣下八極拳の秘術を初公開する。河北省曹州に起こった武術八極拳は、真宗李処分によって一躍全国にその名が轟いた。槍をもっては身に出るものなく、その技は神の領域と称えられ、生涯不敗を誇った李処分。その開門弟子にあたる各殿閣は天津に出てその名を轟かせ、老いの各慶雲とともに、当時天津に幽閉されていた清朝最後の皇帝溥儀の武術教師兼ボディーガードとなった。溥儀が満州の皇帝に即位した後は、一族を率いて長身に移り、その警護に当たった。八極拳の名をさらに有名にしたのが、各殿閣の多い各慶雲である。立場上対外試合を避けていた叔父の各殿閣に代わって、数々の武勇伝を残しているのが各慶雲である。これは1981年、77歳の時に撮影された各慶雲生前の貴重な映像である。往年の李処分各殿閣が残した八極武術の真髄がここにある。
真相李処分直伝閣下八極拳、そのすべてを父閣慶雲から余すことなく受け継いだのが閣文学である。彼の権風は中国武術界においても定評があり、人民解放軍特殊部隊の最高武術教練をも務めている。このビデオでは閣下八極拳の精髄を閣文学自らが分かりやすく指導する。第八局の主要な技をもう一度繰り返し見てみよう。
私たち各一族はもともと河北省の曹州に住んでいました。中国の歴史上有名な各元寇とは遠縁にあたります。私の祖父郭伝覚は李煜という武術家の紹介で真宗李処分に出会いました。李処分は本物の武術を学びたいという祖父の熱意に感動して特別に弟子入りを許したのです。こうして李処分の秘伝のすべては最初の弟子、すなわち開門弟子である私の祖父、そして私の父郭慶雲から私へと受け継がれてきたのです。真宗李処分秘伝の槍、槍を持たせたら当代随一、その技はまさしく神の領域と称えられた李処分直伝の槍である。式の第一式チョンツイ、猛牛をも一撃で倒すといわれる八極拳独特の突き技である。その鋭い八景と大地を揺るがす新脚を生み出すのがシーヤオと呼ばれる閣下八極拳独自の腰の使い方である。1で緩め、2で沈み、3で打ち出す。閣下八極拳、秘伝奥手拳。この道路は李処分が実戦で用いた無敵の技の数々を開門弟子である郭伝覚がまとめ整理し、1926年に編み出した剣術道路である。今回郭文学によって初めて公開される。
十字劲儿的。十分钟是吧？哎，看到没？八極拳の基本姿勢、十字形である。この十字形の手はですね、ずっと下まで下ろさなくなる。上下の手は通過2手来支撑。この上下の手はですね、この2本の足で支えられている。さらにこれは合力と言います。合はこの合です。合力在中間位置。この合力の場合は、这边行。左の左の上下左右に径を張り出した姿勢、すなわちあらゆる方向からの衝撃にもびくともしない姿勢が要求されるのである。後ろにある右の腕の径もやっぱり後ろへ、两边就往外展开，往外展开。両側はですね、我们拿手扒拉扒拉，看有没有劲儿。そうするときは、よじゃん、ちゃんとケア、整えるかどうか試すんです。这边我用我的手吧。例えばこういうふうにですね、触ってみて。这样呢？这劲儿有吗？力整えるかどうか。这劲儿有吗？这就十字劲儿。これ。すべての中心は丹田にある。丹田の丹田が要求される。这都七十三天了。不好打。我先说什么呢？通过意念。不过意念我没听。通过意念，意念这两个腿的劲儿啊。全身を貫く形は天使形である。意念を用い、気を下に沈める。この両足を下に沈める。意念。意念。はい。こうダムが沈めていく。意念はね。これから八極拳における基本技とその実践応用法を見ていこう。
下面是不是在下拖上喂喂喂哎对都可以都可以开始我可以拖他，嗯。
八極拳の功夫は一朝に身につけることができるわけではない。普段のたゆまぬ訓練とさらに内気の鍛錬が不可欠である。今回各文学が閣下八極拳秘伝内気の鍛錬法を公開する。
刚才做的几个この機構はダルマ液筋鏡が元になっています。今日ご覧に入れたのはその中の3つの動作です。昔から機構といえば最も重要な基本である小周点の感覚をつかむのに3年ぐらいかかります。しかしこの養生法を落ち着いて正しく行えば短期間で小周点の感覚を得ることが可能です。なぜかと言いますと養生庫の中には気を養うための方法が集大成されているからです。他の気功法では小周点を得ることが比較的難しいのです。2年で意識を100へから丹田、丹田から栄陰、脊髄を上り再び100へに戻す。電光を行うときは他のことは考えず意念を媒体として意識を体の内部に集中させます。大切なのは意念を使うことです。同時に外部から天然の気を取り入れ内気を換気させ引き出し奥の方に注ぐのです。血液の循環が良くなるのが自分でわかるはずです。この工法は私たちの経験からすれば一つの動作で5分間で十分です。3つの動作で15分も行えば目的は達成できます。山をも突き崩す鋭い八景と天地を揺るがす新脚は八極拳の最大の魅力である。拳技は拳根すなわち宇宙の神羅万象を定める液境の理論によって厳密に体系づけられ、さらに達磨液筋鏡の秘技によって内部の気を練る。